あんまり僕フラグ立てないようにしておきます。つばぜり合い負けたら全てが折るんですよ。ん、曲いいな。うん、この曲いいな。曲はいいんや。でもお前誰やっけ、あ、なんだっけなこいつ。曲はいいんやけどなんか思い出せないな。何やったっけなこいつの名前。さあ、この重量感のあるね、いい BGM だ。でもお前の名前なんだっけ。あんまり煽ってると負けた時にこれがね、エコーで復唱されちゃうんで本当に怖いんですよ。とりあえず1ターン目やることはほぼ決まってるんですが、間に合うかな。あったこれです、1ターン目は。さあなんでゲマの友がいるんですかね、ミルドラス討伐者に。さあ、この前のね DLC レジェンドクエストのね DLC5 でゲットしたジャミが一緒にいます。どっちでも盾取れるよ。まさかのそっち行く、行くぜ。あ、1 2 3、はい、当たった。危ねえ。さあ、そしてねジャミはメラミ、この賢さ124から離れてるので、ね、メラミが弱いわけないんですよ。でもちょっときついんじゃない。どんぐらい出る。全然だ。ミルドラス賢さ高いからな。さあ、ダンシュランはどっち出てもまあそこそこ打点出ます。会心も結構出るしね。ダンシュラン行くぞ。はいはい、よいしょー、オッケー、ナイス。さあ、2ターン目はどっちも特技なんで、これはね簡単に防げます。これは塩梅じゃないかな。とりあえず避けなくていいよ。さあ、ここからですよ。とりあえず打点はこうやってすれば取れると思うんですよ。打点は取れてるから、あとは、さっき煽りに煽ってバチクソ煽ってたんで、ここでまあ翼に負けたらどんだけ恥ずかしいかって話ですよ。僕ね、そういうのに弱いんだよな。まあ倒し慣れてるとはいえですよ。普段ね、生放送とかでもね、赤目倒してたりするわけですけども、いざこうして一人プレイでね、動画になるってなると、結構、なんか、緊張する。やっぱ、なんか緊張感が、いつもの日じゃないんだよね。いいね、ジャミコ。いてつか波動を打ってくる。なるほどね。いてつか波動を打つ。ここでね。まあ、ラッキー行動じゃないですか。会心は出てるおかげで、まあ、勇気は溜まってるんで、赤まいけると思います。赤で行った方がいいと思う、一応。さっきの量だったら、黄色のマックスとほとんど変わらないんですよ。なんで、そこを狙えるんだったら、まだいい方じゃないかな。行きましょう。順調だ。ここまではなんだっけなこいつ。曲はいいんやけどなんか思い出せない。お前名前なんだっけ。待ってー。うわあ。いや、なんだこの重量感のある BGM。お、なんだ。誰やこいつ。あ、俺。なんやろこいつ。なんか BGM はいいんやけど名前が思い出せへん。9 8 7、よっしゃ、来たー。よしよし、勝てる、勝つぞ。よっしゃー、オッケー。俺こいつ名前なんだっけ。なんか弱そうやな。なんかスカルダイナに転ばさず、なんかさ、こいつなんかさ、もう見た目が弱そうだもん。なんかさ、もうこう気持ちで負けてんだよな。なんかスカルダイナーでさ、足腹でなんか転んでそうな顔してるもんこいつ。あんま相手を煽るなっていう、あれほど言ってんじゃん。どんだけ煽るんだ。さっきそのバチクサ打って負けてるっていう超恥ずかしいことしてんだぞ俺。まあ懲りないっすわ。これもつばぜりに勝てれば一旦攻撃無効化しつつ、こっちがね勇気を貯めるっていう圧倒的有利なんで、魔王戦の5割はねつばぜりにかかってるよな。主人公で魔王戦あんましたことないんですよ、ぶっちゃけ言うと。僕この 1P プレイの大魔王戦において、アーケードの時も主人公につばぜりはほとんどしなかった。魔王戦はほとんど現役がモンスターマスターだったのもあるし、なんか不確定要素がすごい出ちゃうんで、あんま僕つばぜりアーケードそもそもやってなかったのもあるし。おい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 ちょっと、避けすぎちょっと急になんか僕たちのチームまで煽り始めたぞあいつを。ちょなめぶやめお前ら。お前あんまり相手を煽んなよ。煽り文化良くないぞ。よし、勝てた。勝ったよかった。ごめんミルドラス、なんかお前を倒したやつの名前が覚えられさせないわ。ちょっとごめん、お前誰に倒されたんだっけ。なんか勇者は知ってんだけどおめえが誰かわかんないからこれでいいわ。毒爆弾でええわ、お前なんざ。あーよかった。やっぱつばずり合い次第だぞこれ本当に。勝負あり。この試練の9番勝負って言いますけど、デスタムーアがこいつを出すことにさ、デスタムーアダークドリアム召喚されてるってことだねこれ。主従関係ってやつかな。いや、三鏡の盾を装備した理由を説明しますと、多分ですね、まあ多分、デスタムは最終形態と間違えたんじゃないかと。主人公はきっとデスタムは最終形態と戦う気でいたんですよ。きっと呪文が強烈なね。はい。なので三鏡装備したきなんですけど、出てきたのはまあこの形態だったってことで、まあ誤算ですよ、誤算。うん。さあ、戦士でいきます。さあ、お供はね、コードランとダッシュランです。先ほど活躍したダッシュランと、そしてね、よく使ってるこいつだぜ。いけ！ナイスー！安定して294。それなら大丈夫。さあ、そしてね、戦士と組むことでダッシュボムへ変化します。いくぜー！せーの！はい！備え構えてますけど、あなた。現場圏来たなー。これ混乱あるから嫌なんだよなー。混乱あるから怖いよ。うわ！全員食らったし。打撃には硬いね。あー、ここ、主人公混乱するか。火力源攻略するか。ここ。お、といいよ。タイミング惜しげ。はい、オッケー。大丈夫。一人プレイの場合って削り切るのが本当に大変だから、とりあえず一撃でも与えてほしいな。次のターンはエビルテイルガでヘルホン。どっちも、デスタムはね、結構攻撃してくんだよな。そう考えると。さっきのなんか、ミルなんとかさんよりはよっぽど攻撃してくんな。さあ、今度は主人公を送りました。スターライト、いくぜ。激しく光る。いくぜ。せーの。いいねー。そこそこ出る、そこそこ出る。いいよ、いいよ。にしてもこの戦士の装備、デスタムアート全然刺さってねえな。はい、オッケー。そうだよな。メタルキングの鎧だのさ、三鏡の盾だのさ、対人用に組んだチームって全然刺さんねえな、大魔王に。よし、ナイス。ここでひるまないのがでかい。ここでひるんでたらやばかったな。てか。やるしかないな。8。よっしゃ！いいねー。悪くないよ。悪くない、悪くない。これなら勝てる。大丈夫。オッケー！よし！よしよし。あのアベレージを維持できるなら、比較的魔王には勝てる。あとは打点だね。どうしようかな。とりあえず、このターンに、次のターンはいてつか波動かヘルホーンなんだよな。賢者の石で安定取るか。賢者の石使うか。ここはヘルホーン行って読みでもいいんですけど、ここは賢者の石でいきましょう。いてつか波動がある可能性があるんで、そうするとね、ヘルホーンがまあいてつか波動の場合風のマントが絶妙に刺さらなくなっちゃうんで、ここは安定を取っていきましょう。5ターン目いてつか波動どうせ使わないんで、最終的にはね、なんで5ターン目は耐えればいいだけなんで。いけ、スターライト！ワンチャンこのターンで勇気溜めてこう。はい、ナイス！ラッキー、ラッキー！やるじゃん。戦士で会心の時期はなかなかないぜ。スターライトだからこそ出たな。オッケー！勇気は溜まった。さあ、まあ、いてつか波動であろうとね、5ターン目は馬力とかにやっちゃうんで、まあ、多分勝ち筋は見えてるんじゃないかと。いてつかどう支援してくる。大丈夫です。確実に勝利が手に入ります。5ターン目のデスタムーアはバイキルとまたエビルテイルです。なので状態異常ですらない。状態異常すら使わない。でもそこそこ強いんだよなこれ。余裕でしょ。せーの。余裕。上から1200出してこいよ。上から1200出してこいよ。火力殺意が足んねえんだよなあいつ。いやー、よかったよかったよかった。はー、怖かった。やっぱ、つばぜり合い勝つとでかいけども、ハイリスク、ハイリターンすぎるんだよな、つばぜり合い。アーケード実機やらなかった理由わかるわ。マスターザルがブレス入ったりしない。自己伝員でとどめじゃ。最終形態になって出直しだけな最終形態にならないと三鏡の盾もメタルキングの何にも意味なかった。まあ、それでも勝てたからよかったけどおーおー来たか HP524 すら削れねえ魔王よHP500 すら削れなかったのに君いやちょっと待って間違えたやっべ間違えたやっべやっべ間違えたえどうすんのこのチームでやべえなこれあれっすよ僕が経験値稼ぎの時に使う作業用パーティーなんですけどやばいの出てきましたけど。ちょっと待って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 。いやでも、なんだかんだ HP3192 っていう水準の待機はあるんで、オルゴで見ればむしろ怖いのはね、状態以上に止まることにはなるんで、多分大丈夫といえば大丈夫なのかな。行ってみようせーのはいナイスやるねーどっちかではオルゴデミーラはね、この身も功労たけびとかなぎ払うとかで、状態異常にされてグダグダにされるってなると考えると、悪魔の騎士やライノソルジャーあたりが状態異常に止まる可能性はかなり高いんだよな。いやー、厳しいかただ、高校いてつか波動をほとんど打たれないっていうのは、利点なのかもな。さあ、来ました、なぎ払う。これは結構きついかなライノソルジャーが動けない。まあ、仕方ないか。これ待てよ。3ターン目でもいてはたたきつけか。ここだ !2 ターン目につばぜり合いをします。なぜかって言いますと、2ターン目の攻撃にマヒャドがあるのがまずくって。あ、やばいでした。まあいいか。2ターン目のマヒャドはやばい。マヒャドはこいつらやばすぎる。止めるしかねえぞオッケーよし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 あいたよし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 とりあえずこの3ターン目に赤を仕掛けようと思ったんですけどよくよく考えたらこいつの3ターン目っていうのはいてつく波動をまた叩きつけるっていうあまりその強い行動ではないんですよ。なんで2ターン目の天地邪法、オアマヒャドのターンが怖いんですよ。それを防ぐために今、つばぜりしました。さあ、あとは耐えるだけ。SP もまだあるよ。SP まだあるよ。余裕あるよ。4ターン目ね、確実に防げることを利用したいな。3ターン目は相手はか叩きつける。まあ、どっちにもまあ、そこまで致命傷にはなんないかな。4ターン目は確実に防げるけど、さあ、覇王の撃打っていけ、せーの、はい、外れよった。斧特有の命中率。いや、叩きつける怖いな。ダメージは大丈夫だと思うけど、どうだろう。あー、黒いライアンが。あー、黒いライアン。もう黒きライアンどうした?え、これやばいな。待って。これやばい。どうしよう。待って、これやばくね?勇気。待って、これやばいな。ちょっとやばいことが今、負け筋が今あるんですよ。その5ターン目は凍てつく波動をこいつ使うタイプなんですよ。5ターン目に凍てつく波動をこいつ使うんで、5ターン目にもし仮に凍てつく波動が高校で飛んできたら、負けになるんですよ。4ターン目は特技ないです、どっちも。あ!これはラッキーか?これ単純にくっつけこくない単純に強い攻撃。大丈夫。頼む。3人とも当ててくれ。頼む。3人とも当てれば大丈夫。頼むぞ。せーの。こんなドラマよしあと1体。どっちか当てればいい。どっちか当てろ。おあナイスそれはナイス。もう3撃になるからね。3回のうち、1回当てろよ。よいしょオッケーオッケーオッケー勝った。大丈夫。もう勝った。もう勝った。危ねえ。5ターン目に伸ばしたくなかったもん、こいつ。危ねえ、危ねえ。あー、怖っ。5ターン目抜いてつか波動、マジで負け筋だからな。よし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 。危なかった、危なかった。オッケー頑張った経験値作業チームよく頑張ったこいつら使う SP は、無心攻撃なんだけどな。メルビー頼むわ。無心攻撃見したれ、お前の。お前の無心攻撃見したれ。かっこいいいけ、怒涛の羊だ今からでも遅くないぞ。俺がダメだ、決めてやれお前の無心攻撃。いやー、こいつら本当に経験値こいついいからな。最悪こいつらだったら放置で勝てるからな。たまにこういう作業パーティーあるんですよ。今回間違えて出したけど。あ、手袋。